アメリカ政府関係者によればペンシルバニア州郵便局の内部告発者は当初の証言証明書を撤回し郵便局が投票時間を遡らせた詐欺を暴露し続けることはないと発表したところが内部告発者は連邦捜査官の脅迫を受けたにもかかわらずソーシャルメディアを通して当初の証言を守り続けていることが分かった アメリカ非営利ニュース組織プロジェクト真相の創設者であるジェームズ・オキーフ氏は11月10日ビデオを公開しアメリカ郵政公社の内部告発者リチャード・ホプキンス氏は選挙不正の当初の主張を否定していないワシントン・ポスト氏の報道は嘘だと述べた内部告発者ホプキンス氏は以前激戦州ペンシルバニアの郵便局長が4日に来た投票用紙を有効にするため 3日の決心を押すように郵便職員に要求した件を告発した。その後、彼はアメリカ郵政公社の監査総監室の捜査官から尋問を受けた。10日、ホプキンス氏は郵便局の捜査官に脅迫された録音を公開した。新たに公開された録音の中で、ラッセル・ストラッサー捜査官はホプキンス氏に次のように伝えている。少し従順になってくれ。 この事件で私たちは上院議員、司法省、また他が関与していると述べ、そこでホップキンス氏がストラッサー氏の話を遮って、トランプ大統領の弁護士は私と接触していると言い返した。ストラッサー氏は信じられないかもしれないがあなたの脳が反応し始めるだろう、少しだけ聞いていてほしい。私たちは自分の考えをコントロールするのが好きだ。 そうすると自分の記憶を納得させられるあなたに少しストレスがたまったなら具体的な何かをやってあげようそうしたらあなたの脳がすっきりする他にも頭をすっきりさせる方法があると言っていたこのような脅迫を受けたホプキンス氏は火曜日にビデオを公開した公開されたビデオの中で選挙不正疑惑を撤回しておらずそれらの報道はフェイクニュースであると主張した ビデオを公開したオキーフ氏によれば、捜査官が内部告発者を威嚇したことを証明する脅迫内容の音声が10分ほどあったという、オキーフ氏はツイートでこのように書いた、録音が彼らの爆発的な証拠であり、内部告発者を怖がらせるものである、また、ホプキンス氏へ地元の郵便局から無給での停職を知らせる手紙が届いたとも伝えた。 一方、マスコミもこの事件について匿名での公式報道をしていた民主党が多数を占める下院の監視委員会は火曜日の午後5時22分にこの件に関するツイートを3回連続で発信した第1ツイート最新ニュース郵便局総監査長官室の情報によるとペンシルバニア州エリーの郵便局の内部告発者は調査員が尋問した後、 告発を撤回した彼は以前投票用紙の改ざんを告発していた第2ツイート事実は以下の通りホプキンス氏はペンシルバニア州エリーにある郵便局の職員彼は投票用紙の改ざんや不正行為について証言証明書に署名しプロジェクト真相を通じて公開したアメリカ郵政省監察官事務所は先週から事件の調査を開始した 第3ツイート郵便局の首席監察官室の調査員は本日委員会のスタッフに次のように報告した彼らは先週の金曜日にホプキンス氏と面談しホプキンス氏は昨日虚偽の証言証明書に署名した理由を説明せずに告発を撤回した午後8時8分ワシントン・ポスト紙はショーン・ボバーグ記者とジェイコブ・ボゲージ記者による 署名した文書公式報道によると郵便局の職員が投票用紙の改ざん告発について撤回したと題した論説を掲載した文章にはこのように書かれている匿名希望の政府関係者によれば現在32歳のホプキンス氏は月曜日にアメリカ郵政公社の監察官室の調査員にこの疑惑は虚偽であると話し その後、疑惑を取り下げる宣誓供述書に署名した下院監督委員会の民主党議員は火曜日の夜内部告発者は告発を完全に撤回したとツイートした文章はまた内部告発者ホップキンス氏はワシントン・ポスト紙にコメントしておらずホップキンス氏の上司は100%嘘と言い投票用紙の時間不正行為について裏付けがなかったと述べている このワシントン・ポスト紙の報道前から内部告発者と連絡を取っているオキーフ氏は内部告発者がワシントン・ポスト紙の記者に彼らの話が虚偽であることを知らせるために連絡を取ろうとしたが無視されているとツイートしたオキーフ氏は彼らは内部告発者ホップキンス氏との面談を拒否し彼のコメントの発表も拒否したと伝えているオキーフ氏はまた ジェームズ・ラポルタ記者とツイッターで口論し、海軍の退役軍人であるホップキンス氏は、今日の午後、私のインタビューを受けた、これらの連邦捜査官が彼に何をしたかを説明したとき、泣いていた、これはアフガニスタンの戦場で耐えたことよりも辛いと言っていた、と伝えた、トランプ大統領の個人弁護士であるジュリアーニ氏は、火曜日の午後、 新たに明らかになった録音をリツイートし、郵便局員の承認をねじ伏せるために何をしようとしているのか、彼を怖がらせようとしているだけだ、全部録音された、ストラッサー捜査官は誰のために働いているのかとツイートした。